マコナリ社長とコラボされていましたが、以前少しあったツイッター上のいざこざについては完全に和解された感じですか？傷口が広がるといけないので、マコナリ社長のためにもね、あんまり言わないんですけれども、実はまあちょっといざこざはあったんですよ。でもですね、マコナリさんの神対応によって僕は見え方がやっぱりゴロッと変わったんですよね。マコナリさんが直接僕にちょっとした謝罪をしてくれてですね、で僕も早とちりして、まあ、強く言ったのが悪かったですっていうことで真摯にもう謝らせていただきまして、それきっかけでぜひ食事行きましょうよっていう話になったんですよね。たまたまなんですけども、実はマコナリ社長の CFO さんが実はリラクルの会社のファンドにこう売却した後に関わってくれた方だったんですよ。実はたまたまなんですけど、でその CFO さんからも連絡があって、いざこざがあった中で僕その CFO さんといろいろやり取りして和解しましょうって話になった後で、 CFO さんが実はリラクルでお世話になったんですという話をしてくれたんですね。でこのやり方もスマートじゃないですか。例えば本当に僕とこう和解をしたいんであれば、実はリラクルさんとの時にお世話になったんですって言えばですね、もしかしたら親近感が湧いてそれを利用してですね、いざこざを収めようとするのが人間の心理なんですけど、それを使わずに、その CFO さんは最初言わずに、で和解が終わってからそれを言ってくれたんですよね。ああ素晴らしい対応だなって僕は思ったんですよ。でその後に直接マコナリ社長からも謝罪がしたいっていうことなのでということでメッセージくれたんですよね。めちゃくちゃいい方だなと思いました。正直あんだけ忙しい方がで、有名な方がですね、一僕に対してすでに和解してる案件に関してさらに謝罪を入れるっていう話だったんですよね。それを真摯に僕受けて、僕もほとんど申し訳ございませんでしたと騒ぎ立てましたということで、僕もちょっと反省してですね、それからね、そういった人のね悪いことを早とちりで言うのは良くないなと思って僕は言わなくなりました。なので完全和解もちろんしてますよ。